はい、うなファンです。僕は航空管制官エアポートヒーロー羽田オールスターズの続き遊んできます。はい、今回ですねオールスターズシナリオパックの DLC1 の後最後のステージですねを遊んでいきたいなと思います。で、21時半から23時までの完成ですね。1時間半の完成となります。で、ステージ情報としては慎重な着陸、混み合う第3ターミナルというところで、頻繁にやってくる到着便、出発便で滑走路付近が大混雑、離着陸のタイミングが被らないように慎重に管制を行おうというところですね。で、ボーナスチャレンジとしては滑走路05から3機の離陸達成、あと5機を滑走路 34R へ着陸達成、最後に着陸復興指示をせずにクリアというところですね。ではやっていきましょう。はい、ではスタートですね。一番初め出発便2機というところですね。ARPG807 と ANA203 ともに第3ターミナルですね。はい、では到着便1機追加になりましたね。AirDo40 こちら第2ターミナルに到着予定ですね。34R 使いましょう。で、出発便 ARPG807 に関して第3ターミナルが出発なんですけど、05を使いましょう。ボーナスチャレンジ達成するために、はい、ちょっと多いですけど行きましょう。で、風については2ノットなので、このステージは風の影響は受けなさそうっすね。はい、では到着便 CSN388 です。南から来てます。国際線ターミナルに到着予定ですね。34R 使おうと思ってました。はい。まあ、ボーナスチャレンジ達成するために 34R 使わないといけないですからね。はい、続いて出発便 ANA203 ですね。第3ターミナルから出発で、こちら05を使いましょう。タクシールート A ですね。はい、続いて出発便エヴァ193ですね。第3ターミナルから出発で、こちらは 16R 使いましょう。タクシールテですね。で、この後も CSN389 もいますから、滑走路05から3機っていうのは達成できるので、エヴァはとりあえず 16R から離陸ですね。はい、では CSN389 です。こちらも第3ターミナルから出発で、こちら05ランウェイの方に向かいましょう。タクシルテですね。で、 CSN388 はランウェイ 34R に着陸許可と。はい、続いて到着便 JAL1010 ですね。こちら第1ターミナルに到着予定です。南から来てるんですけど、第3ターミナルがごちゃごちゃになるんで22ランウェイ使いましょうか。今のところ、出発便については全て第3ターミナルっていう、もう今強烈な状態なんで22ランウェイ使った方がいいっすね。第3、すべて第3、投影機も第3。じゃあ、エヴァ193については16R から離陸許可出しましょう。はい、 CSN388 到着しましたね。はい、出発便 ARPG807 ですね。こちら05から、離陸許可出しましょう。で、その後ろに ANA203 が続いてて、最後に CSN389 が続いてますね。で、エヴァ193については、ここで離陸ですね。はい、到着した CSN388 です。こちら、113に入れましょう。タクシールート A ですね。で、この CSN388 を上のルートにしたので、ここで投影機 ANA321 ですね。これ、この下側のルート使うんですけど、これで移動できますね。スポット801に入れましょう。はい、到着した AirDo40 ですね。こちら、スポット66に入れましょうか。はい。スポット66に入れます。
はい、続いて出発便 ANA203 ランウェイ05から離陸許可出しましょう。はい、出発便 SIA633 ですね。こちら第3ターミナルから出発で、こちら 16R から離陸させましょう。タクシールートですね。はい、で、到着便 ANA1266 追加になりましたね。北から来てます。第2ターミナル到着予定なので、34R 使いましょう。はい、で、出発便 PL429 ですが、第3ターミナルから出発です。こちら05の方に向かいましょう。タクシールートですね。ちょっと上側に CSN388 がいるので、ちょっと南側に移動しないといけないという状況ですね。JR1010 は着陸許可ですね。22ランウェイの方ですね。22ランウェイですねって言いながらも、間違ってるんだろうな。ボーナスチャレンジのためには34R使わないといけないのに、間違って22使っちゃいましたね。はい、続いて JAL1012 ですね。こちら南から来ていて第1ターミナルです。こちら 34R 使いましょう。まだボーナスチャレンジ未達なので、はい。で、続いて CSN389 がランウェイ05から離陸許可ですね。大丈夫なんで離陸させましょう。はい、JAL1010 到着しましたね。PL 先に横断許可出しましょうか。あ、チャレンジ達成しましたね。滑走路05から3件を離陸達成。はい。で、PL 今429のところを今横断許可しているので、これが終わったら SIA、離陸させましょう。はい。で、到着した JAL1010 に関しては、スポット6かな？うん、6に入れましょう。タクシールートですね。はい、PL429 移動終わったので、SIA633 離陸許可出しましょう。よし、これで第3ターミナルラッシュは終わったかな？もうかなりスッキリしましたね。はい、続いて VJC910 です。こちら国際線ターミナル到着予定。で、今の状況、JAL1012、ちょっとこう増速させましょうか。で、ANA がその後について、で、まだ、ボーナスチャレンジ達成してないと思いますので、34R 使いましょう。はい、ここで SIA633 が、離陸したので、ここで JAL1010 横断許可出しましょう。はい、これで JAL1012 到着ですね。この後 ANA も続いてるので、ちょっと早めに、はい、指示していきましょう。はい、これで JAL1012 到着ですね。はい、C11。はい、では到着した JAL1012 ですね。こちら第一ターミナルです。上完全に埋まってます。スポット9。はい、上からタクシールート A で行きましょう。で、続いて ANA1266 が到着ですね。出発便 PL429 についた05ランウェイから離陸しましょう。さて ANA1266 が到着して、はい、到着した ANA1266 ですが、こちらスポット61に入れましょう。はい、続いて到着便ですね。 CL174 南から来てます。国際線ターミナル到着予定。おそらくもう着陸達成のボーナスチャレンジクリアしてると思うんで、34L に行きましょうか。はい。はい、VJC910 到着ですね。これでチャレンジ達成、5機を滑走路 34R に着陸達成ですね。
はい。じゃあ、この後は、滑走路選びは、ボーナスチャレンジのためにとかっていうのはもうなくて、OK ですね。はい、到着便の VJC910 ですね。第3ターミナルに到着予定で、こちら、すみません。スポット111に入れましょう。タクシールート A ですね。はい、出発便、エアドゥ35、第2ターミナルから出発です。こちら 34R から離陸させましょう。タクシールート A ですね。はい、CL174 についてはランウェイ 34L に着陸許可ですね。はい、続いて出発便 TTW215 ですね。第3ターミナルから出発で、こちら 16R に向かいましょう。タクシールートですね。はい、続いて遠域 ANA1389 第2ターミナルからで、スポット603ですね。もう今のところ周り飛行機にないので、スポット603に移動させましょう。はい、ここで CL174 到着ですね。はい、L10 と。はい、先ほど到着した CL174 ですね。こちら、スポット109に入れましょう。はい、続いて、到着便エアピーチ808です。南から来てます。国際線ターミナル到着予定なので、ちょっと一旦22ランウェイ行きましょうか。はい、続いてヤドゥ35、34R から離陸させましょう。はい、ここでタクシー許可出せますね。はい、お待たせしました。おー、奥にヤドゥ35が見える。うっすらと見える。というところで、ヤドゥ35は離陸済みですね。到着便 SFJ68 ですね。こちら第一ターミナルに到着予定ですので、34L ランウェイ向かいましょう。で、先ほど SFJ68 ランウェイ 34L 使ったので、同じラインを ANA1362 は踏めませんと。なので、こちらは、23ランウェイ使いま、タイムアウト。いつも通りのタイムアウト。はい、TTW215 離陸許可出しましょう。16R からですね。ちょっとこれまずいんで、これ完全にやめするから、ちょっと分岐するしない出たらすぐに、こういう感じで、あ、これか。こうした方がいいのか。そうか、コース分岐って言ってもちょっと迂回するだけで、この追い越しをさせるためだけなのか、滑走路変更はできないのか。だからこの後 SFJ は、一回これで減速できるんだって、一旦減速っすね。で、ANA を増速させて、ここで追い越しさせないといけない。はい、増速。ANA 増速。SFJ68 を減速っすね。30ノット違う。40ノットの差があるから、早く追い抜いてくれ。はい、エアドゥ40に到着便1機追加になりましたね。こちら第2ターミナルですので、23ランウェイ使いましょう。おお、追い越した？
見えますね、ちょこっと。あ、よかった、これ。コース分岐してよかった。パワーハンドオフ。よかった。これしてなかったらニアミスだった。あぶねー。で、AN1362、ちょっとギリギリでしたけど、着陸許可出しましょう。危なかったのとこ、ここ。はい、SFJ68 も着陸許可ですね。いや、このコース分岐、初めて発揮しましたね、これ。危なかった、ほんと。さて、到着便、エーバー186追加になりましたね。南から来て、行って、国際線ターミナルに到着予定。ちょっと第1、第3に出発機がいるので、22ランウェイ使いましょう。はい、エア P1808 到着しましたね。第3ターミナルに到着予定なので、北側のスポットに入れましょう。はい、エアピーチ808ですね。こちら、スポット147に入れましょう。で、先ほど危なかった ANA136 に到着ですね。で、SFJ68 も 34L に到着ですね。はい、到着した ANA1362 第2ターミナル、こちら、第2ターミナルは、飛行機ないんで、スポット58に入れましょう。で、JAL と GIA ともに今待機させてるんで、先にこの SFJ を、第1ターミナルの中に入れましょう。なので、スポット19でいっか。スポット19にしましょう。はい、続いて出発便 GIA877 です。第3ターミナルから出発で、こちら 16R 向かいましょう。タクシールテですね。はい、では出発便 JAL1043 です。こちら第1ターミナルから出発予定で 16R 向かいましょう。タクシールテですね。で、続いて到着便 SNJ62 南から来てます。第2ターミナル到着予定。今のところ、上空はエアドゥとエヴァだけなので、34R でいいですね。はい、で、エアドゥ42、ここでランウェイ23に到着ですね。やっぱこの眩しさがいいですね、ほんとね。はい、到着してエアドゥ42ですね。第2ターミナルの、スポット65ですかね。なんですけど、今、投影機が現れて、71にこの間のルート使わないといけない感じなので、エアドゥについては、スポット65の、この一番遠い側、タクシールート C で行きましょうか。はい。で、こうしたことによって、で、トイン機の JAL1027 に関しては、スポット712に行けると。先に、JAL1043 タキシン強化ですね。これしないと、多分ニアミスしますね、これはね。はい、JAL1043 が移動し始めたので、JAL1027、トイン機ですね。移動させましょう。スポット712ですね。で、出発便の GIA877、こちら、16R から離陸させましょう。で、この後続いて JAL1043 も 16R から離陸ですね。はい、EVA 186ランウェイ22到着ですね。はい、無事到着しました。はい、で、GIA877、ここでディパーチャーハンドオフした後に、はい、ここでしましたね。この後に JAL1043 を 16R から離陸させましょう。さて、到着したエヴァ186第3ターミナルで、上空いてるんで、スポット144に入れましょう。大丈夫っすね。はい。SNJ62、ここで着陸許可ですね。これで着陸許可出したんで、ここでボーナスチャレンジクリアかな？
さて先に JAL1043 離陸するの見ましょうか。はい、ここで離陸済みですね。で、ちょっと奥に、SNJ が見えてると。はい、ここで SNJ62 も到着ですね。はい、これで到着ですね。はい、到着した SNJ62 ですけど、第2ターミナル。こちらスポット63に入れましょう。立ちルートですね。はい、ここで SNJ62 見ながら終了ですかね。結構あれですね、DLC1-4 と比べるとはるかに飛行機の数が多くて、すごいあたふたしてしまいましたけど、問題なく終わりましたね。はい、というところで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。